はい、ということで今ね YouTube の撮影を一日していて、撮影が終わったのでいつも行っている美容院に来ました。この後美容院終わったらね、すぐ公式の LINE ライブの配信があるので急いで帰らなきゃなんですけど、合間に美容室に来ました。なになに、花火、え、待って待って待って、花火だ、見えます、皆さん、花火です。花火に満たれちゃってたよ。打ち上げ花火今年初かも。本当は浴衣着て夏祭りに好きな人とね一緒に見たいよね。今年は一人でした。で明日ドラマの撮影日なんですけど、何日かもうドラマの撮影してて、初日と比べるとね髪色が結構落ちてきて、日に当たると色が明るいので初日と同じぐらいの色に染め直してきます。あんまりね髪色がこうバラバラにならないように、時系列が変にならないようにちゃんと染めていきます。着きました、こちら、じゃん。最近はこちらの表参道にあるソラさんに来てます。カラーが上手でね、私の担当の女性の方がすっごい綺麗に、ちょっとみんなにも見てほしい。こんにちは、こんばんは、すいません、またまた急に。着きました、ソラさんです。いつもね、担当してくれてる。行きますよ、みんなびっくりすると思う。行きます。3、2、1、スルイさんです。めっちゃ綺麗なんです。美人でしょ？可愛いです。そう、いつも可愛くて癒されてます。ありがとう。スルイさん目当てで来てますから、やっぱり。LINE まで交換しちゃって、今度ご飯行きましょうとか言って誘ってるの私、やばいですよね。そんぐらい好きです。ということで、いつもの色に染めていただきます。めっちゃピンクなんですよね、これが。ほら、色が落ちてくると、ちょっとね、ピンク、バイオレットみたいな色になります。超可愛い。はい、ということで、今こんな感じでね、カラーを塗ってもらって、待ってる間にですね、私はずっとこちら。読んでおりました。こちらがねユンの台本ですね。めちゃめちゃ可愛いよね、表紙になってて、ジンコさんと上坂くんで、自分のセリフのとこにこうやって、もうちょっとすごい使ってるからねシワクチャになっちゃってるんですけど、付箋を貼ってマーカーを引いてる感じです。メタコミック週刊人気ランキング第1位にもなってるぐらい、すごい人気作品なんですよ。ミンコさんがしてみたい大人の内容なのかなって思う方もいると思うんですけど、ちょっぴりの刺激と大人のキュンキュンがこの1作にねすごい詰まってます。私本当にこういうね連ドラとか初めてなんですけど、こんなにねセリフをいただけたことがすごい奇跡なので、今年の抱負でも言った演技のお仕事がやってみたいが今叶えつつあるので、少しのチャンスもね逃さないように、一生懸命素直に全力でやっていきたいなと思っております。 YouTube も他のお仕事も自分らしく頑張ります。ということで流します。いつも染めたてでお風呂で流すと床がすごいピンクになります。そうですよね、ちょっとびっくりしますよね。そうなんですよ、みんな多分今頃この動画を見ながらゆんちゃんも髪がピンクになるんじゃないかって思ってると思うんですけど、出来上がりお楽しみに。はい、ということで染め終わって乾かしてもらいました。アフターがこちら、くるみー、見てください、暗くなりました、いい色。つるいさん、これは何の色なんですか、何色なんですか、いつも聞かれるんですよ。これはピンクと紫を混ぜてっていう感じですね、はいはい、でちょっと暗めに、ちょっと暗めに、そう、いつもね黄金比率な調合をしてくれます。明日のドラマ頑張ってきます。はい、ということでドラマ撮影当日になりました。昨日ね前日に髪色が落ちてたので美容院で髪を染めてきて、トリートメントもしたのでツヤツヤです。ということで現場着いたので早速ドラマのね様子を密着してもらおうと思います。カメラマンは YJ です。 YJ です、ついてきてもらいました。はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。今日はね、リンコさん家に行く設定なので、マンションっぽいところで撮影するみたいです。はい、お部屋に着きました。まず来たらね、お手手洗います。
あ、俺が映ってる。ツーショットです。手洗いが終わったらお着替えします。着替えました。園子さんの衣装です。今日はちょっとラフな感じ、しかもなんかガーリーですね。確かにあんまり着ない服じゃない？珍しい気がするね。あんま着ないかも。色味とかメイクしてきます。あ、大根。台本それな。これ漫画。ちゃんと台本と漫画を見比べて、その子さんのキャラクターを理解しようと思って全巻買いました。なるほど。台本です。真面目ですね、やっぱ。女優さんメイク初めてです。今日は女優さんです。夢の憧れの女優さんね。そうよ。でも私、今年の抱負なんですかって聞かれた時に、演技のお仕事がしてみたいですみたいな、うんうん、で前からほんと5、6年間ずっと言ってきたんですけど、言ってた言ってた。そう、今年叶っちゃいます。皆さんのおかげです。ここまで成長させてくれてありがとう。あ、ここおー、おっとっと、ここはちょっと覚えますね、今。こっち見ちゃう。大丈夫、暗記は得意なんで。あ、そうね。ファンの子の顔と名前と、ほんと4年前何話したかとかもすごい覚えてる。あ、すごい。プレゼントとか、4年前これくれたよね、みたいな。あ、すごい。それがすごい。あ、大阪の生誕祭来てくれてたよね、みたいな。4年前の。じゃあ頑張って覚えてください。練習しまーす。は？好きならそんなルール関係なくない？覚えたかもしれない。じゃあ読んでね。はい、いくよ。うん。檜山さんって人めっちゃいい人じゃん。そうなんだけど。どうしたの？はい、今メイクが終わってね、髪の毛をセットしていただいてるんですけど、なんとお弁当をいただきました。美味しそう。ドラマ現場で初めてのお弁当です。ちょっとしっかりね、噛み締めていただきたいと思います。すごい、2段になってんだけど。2段弁当、すごい。学校のさ、ランチみたい。懐かしい。かわいい。これとこれが好き。ガンモと里芋。あ、そうそうそう。なんで全部これって言うの？名前分かんない。あんたはね、いつまで経ってもベイビーの。ベイビーちゃん。いただきます。バジル？バジル。ちょいニンニクなんだけど大丈夫かな？口臭っ、こいつ。おいしい。またね。そろそろおめでとうございますから頂戴いたします。はい、はい、山本さん、3番よーさあ。おめでとうございます。ちょっと誕生日じゃないんだからさ。いいんだよ、必死に頑張ったんだから。ご褒美ご褒美。ガタオー、おめでとう。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 なんかそういう感じ。大丈夫のとこはちゃんともう凛子さんだけ見てた方がいいですか？それとも食べながら？あ、それでもいいんじゃないですか？食べながらやるっていうのが難しい。タイミング気に入れて、なんで次のセリフ言うまでに食べきってみたいな。すごいね、女優さんたちは。すごいね。すごいよ。セリフ覚えてるだけじゃないんだもん。表情も考えなきゃいけないし、これ食べ物があるとタイミングも必要だから、すごい。あれだね、ゆうちゃん今日緊張してますね。緊張してます。ちょっと早口っぽい感じが感じられます。本当？うん、ちょっとゆっくり言うわ。じゃあ大丈夫？利用されてたりしない？動画撮られて売られたり、ゆすられたりとかさ。 OK です。 OK です。頑張ります。この動画は貴重です。本番です。本番入ります。はい、では回します。では回してください。サーディーチェカペチ。はい、回りました。本番、はい、よーい、スタート。で、相手は同期。え、ずいぶん近まで手を打ったね。でも条件は揃ってるよ、イケメンだよ。カルトが壊れてる。こっちから行く。考えてない。めっちゃ硬くて、どうしようと思って。よかった、それは硬い。おめでとうございます、吉野さん。
さん1個目のシーン見ていただいたでしょうか。むずい、難しい、どうだった見てて。うん、でもなんかやっていくうちに成長してるというか、何回か指摘されたところをすごい意識してやってる感じは伝わった。そうなの、あのこのドラマのゲーム本当に皆さん優しくて温かくて、私初めてなんですけど、うん、演技がここどうすればいいですかって言うと、ここはもっとこうした方がいいよとか、あとりんこさん役のかほちゃんとか監督さんがね結構教えてくれるからすごくありがたいです。勉強させてもらってます。ということで次のシーンがあるので、これから撮影がヘアメイクと衣装を変えていきたいと思います。頑張る。ここは13カットに、はい、参りました。本番よーさあ。思春期の男女が2人きりで一晩過ごしてたらやってる。だから深入りするなって言ったのに。お疲れ様でした、うん、本日の撮影が終わりました。お疲れ様でした。いや楽しかった、楽しかったけど、やっぱ演技は考えることが多いので、女優さん俳優さんは本当にすごいと思います。尊敬してます。もうりんこさんもね、もう毎日朝の始発から終電までぐらいやってるので、すごいなって思います。はい、ということでまだまだねいろんなシーンがあるので、撮影は続くんですけども、あとは放送で見てください。ということでりんこさんはしてみたい、よかったらみんな見てください。バイバーイ。